皆さんこんにちは、小原克弘です。今日は、ソニーのデジタルペーパー、DPT-S1 のレビューをしたいと思います。これは、ソニーがですね、デジタルペーパーとして、まあ、位置づけているものですが、まだ一般にはですね、出回って、いません。もちろんこう購入することはできるんですけれども、家電量販店とかですね、まあ、そういうところで、見ることはありませんし、私も一応このレビューに先立ちですね、例えば YouTube なんかで、どういう紹介がされているのかなと思って調べてみたんですが、CES の展示会ですね、展示会とかそういうところでのレビューは、何ヶ月か前にされているんですけれども、国内でまだ出回っていないだけにですね、これはもうほとんど初のですね、レビューであるかもしれません。でまあ、それだけ非常に珍しいものなんですが、私にとってはですね、なかなかこれは衝撃的な商品でした。今回ですね、これはダイアボ情報システムとソニーのですね、まあ、協力によって、しばらくこれ貸していただいてるんですけれども、まずこれをですね、手にして、驚いたのはですね、その軽さです。これは358g なんですけども、 iPad mini より軽いんですね。これ実際にですね、まあ、これちょっと横の薄さはなかなか分かりにくいんですけれども、 6.8mm ということで本当にペラペラです。でこのですね、サイズはちょっと他のものと比べると分かるんですけれども、まあ同じですね、まあ、e インク系の、まあ、ものといたしまして、Amazon のですね、Kindle があります。Kindle の本を読むときには、まあ、これはもう非常に便利なんですけども、まあ、もう非常にコンパクトなサイズです。それと比べるとですね、もう明らかにこう大きさの違いが分かります。同じ、まあ、e インクでもですね、圧倒的なこう大きさの違いがあって、これはですね、iPad Air と比べてもこう圧倒的なですね、大きさの違いがあることが分かります。で、実際に A4 サイズのですね、これがちょうど A4 サイズのものなんですけども、 A4 サイズより、まあ、この画面がですね、本当わずか一回り小さいというぐらいのですね、まあ、ほぼ同じようなサイズになっています。ですから A4 のものなどを読むときにはですね、これは非常に大きなアドバンテージを示します。そして、まあ、何といっても、この軽さです。これだけ大きいにもかかわらずですね、まあ、iPad mini より軽いということで、まあ、これ昔ですね、下敷きでこう暑い時にこう仰いだりしましたけども、これ本当こう、仰げるぐらいにですね、非常にこの軽い、ものです。で、こういうですね、まあ、新しい商品ができて、これから、まあ、どういう形で、まあ、進化していくのか、あるいは受け入れられていくのかはかなり、まあ、未知数なんですけれども、いくつかですね、私なりのこう気に入った点をですね、少し紹介してみたいと思います。まず、まあ、これ大きいので、ちょっと小さいカバンにですね、入れるっていうのはしんどいかもしれませんが、軽さの点ではですね、本当に気になりません。そして、このですね、まあ、電子インクですので、一旦充電すると、3週間、持ちます。Wi-Fi にですね、Wi-Fi 接続を切っていれば、3週間、持つぐらいですね、まあ、電気的にも非常に長持ちです。そして、まあ、主にですね、読める文章は、PDF ファイルです。ですから iPad のように、まあ、Word とか PowerPoint とかですね、そういう多機能にいろんな文章を読めるわけではありませんけれども、まあ、PDF に特化して考えるならば、これはまあ A4 版も含めてですね、まあ、非常にこう読みやすいものになっています。で、まあ、もういくつか特徴を挙げたいんですが、まあ、後ほど紹介しますけども、まあ、ここにですね、まあ、こういうまあスタイラスペンがついてまして、この書き味がですね、非常に良いと思います。これはちょっと iPad と比べてもですね、まあ、比べることができないぐらいに非常に自然な形で、紙にですね、文字を書いているのに非常に近い形で文字をここに書き込むことができます。ですから、PDF を読み込むことができるだけではなくって、その上にですね、書き込んだり、もちろん新規にですね、ノートを作ってそこに文字をですね、書き込むことができますので、まあ、文字通り紙代わりにですね、こう使えるというイメージです。でこのですね、裏面のところに、
マイクロ SD ですね、の、スロットがありまして、まあ、ここからですね、PDF などのデータを読み込むこともできますし、あるいはここからですね、まあ、USB 端子経由でパソコンから、こちらに PDF ファイルを送って表示させることもできます。で、実際のですね、このページめくりの感覚とか、それからこう書き心地ですね、そういったものも少しお伝えしてみたいと思います。はい、これが初期画面なんですけれども、まあ非常にシンプルなメニューになっています。まあ、このドキュメントリーがですね、開いたものがこう書かれていたりとか、それからまあノートを表示させたりとかですね、それから簡単でありますけども Wi-Fi につなげてですね、ブラウザーで、まあ、情報を見ることもできるようになっています。で、まあ、少しサンプルを開いてみたいんですけれども、例えばですね、今これ取扱説明書なんですけれども、どれぐらいですねスムーズに動くかっていうことを少し示しています。まあ、これ基本的にこうスワイプなんですけども、こういう形で、この画面のですね、送り具合も非常にスムーズです。で、このですねスタイラスペンで、ここにですねこう書き込むことも、まあ、簡単にできますし、そして、ここにですね小さなボタンがありまして、ここを押しながら、テキストをですね、まあ、選択すると、まあ、このようにですね、マーキングマークすることも、できます。これも今、マークすることが、できました。そして、まあ、ここからですね、例えば消しゴムなどを選んで、こうずっとなぞるだけでですね、今やったものを簡単に消すことができます。まあ、この、まあ、文字送りの、ページ送りのですねスムーズさは、まあ、ほぼ Kindle 並みですね、ほとんど遜色ないと思います。で、ちょっと Kindle ペーパーホワイトなどと違うのは、これ自体ですね、非常に薄いので、まあ、バックライトなどは入っていません。ですから、まあ、日常的なシーンではですね、まあ、ほとんど問題なく見れると思うんですけども、真っ暗闇の中では、バックライトがありませんので、これ単体ではですね、読めないということになります。しかし、まあ、この薄さはですね、やはりそのバックライトの、あるなしに関わらず大きな、まあ、アドバンテージだと思います。で、あとですね、まあ、これを大きくページめくりしたい時などは、別のですね、まあ、メニューから、こういうスライダーをですね出すことができます。そして、まあ、このスライダーでずっとですね目的のページに、飛ぶことも簡単にこれはできます。それから実際のですねこれ A4 の、ものを、一つ表示したいんですけども、これ A4 サイズの、まあ、論文なんですけども、こういうですね、このさすがにこのサイズですと非常にやっぱ読みやすいですね、まあ、紙で読んでるのとも全く変わらない感じで読むことができますので、まあ、電子リーダーとしては、まあ、究極の形かなというふうに、思います。それから、こういうですね A4 になった PDF ファイルだけではなくって、自炊をして、つまり、まあ、既製の紙の本をですね、まあ、裁断したりして、PDF にですねしてる場合があります。まあ、これ一冊、ちょっと示したいと思うんですけども、これは、サンデル教授のですね、本を自炊したものなんですが、ちょっとこれ文字が荒くはなってますけども、拡大されてますので非常に、大きくですね文字がなってて、まあ、読みやすいです。右めくり左めくりのですね設定も簡単にできるようになっています。ですから、まあ、電子リーダーといいますか、もうこういうですねリーダーとして使う場合にはですね、これはまあ他にないですね、まあ、便利さを持っていると思います。ただもしですね今後の課題を挙げるとするならば、これハードウェア的な完成度はやっぱ非常に高いと思います。ちょっと今書き心地もですね、一つ試してみたいんですが、ノートを出しまして、そして新しいですね、まあ、ノートを作ります。
そしてまあこれあのキータッチでですね入れることもできるんですけれども、これは普通のこういうノートのような形でですね、書き込むことが、できます。まあ、こういうですね、漢字をですね書いても全然こう違和感がありませんし、本当にこう普通のですねメモのような形で書くことができます。それからまあ iPad のようなですねタブレットと違うのは、まあもちろんこういうメモアプリがあるんですけれども、通常ですねここの手の部分がですねこうついてしまうと、ここ自体にですね反応することがしばしばあるんですが、このまあソニーの製品の場合にはですねそういった心配がありません。まあ手をここに置こうがどこに置こうがですね、手の部分には反応せずに、このペンだけでですね、自由に書くことができますので、その点もですね、まあ、紙にほとんど近い感触で、文字をですね記すことが、できます。で、まあさまざまなですねメニューがここで表示されていますし、まあ、縦とかですね縦あのとか横置きもですねできますし、まあ、検索とかあのブックマークとかいろんなことができますので、基本的にはタブレットなどのですねリーダー系アプリに非常に似た操作性だというふうに言うことができます。で、このハードウェア的なですね完成度は私は非常に高いと思います。ですから、これは、まあ、このデジタルペーパーのですね、初号機になりますけれども、まあ、あの、十分にもうすでに使える段階になっていると思いますが、今後ですね、本当にこの普及していくための課題としては、やはりその、こういった様々な、PDF、ファイルを読むときに、まあ、もちろんこうパソコンからですね、ケーブル経由とかあるいはマイクロ SD 経由で入れてもいいんですけれども、まあ、Wi-Fi につなぐわけですから、まあ、そこで例えば、ドロップボックスとかですね、あるいはその、まあそうですね、エバーノートとか何かそういう他のですね、アプリとこう連携するような、まあそのですね、それを簡単にもしできるようになればですね、これは、まあ何て言いますか、これ自体でですね、あの使うというよりかは、他のタブレット、iPad などとこう連携させながら、このですね、持つ魅力を引き立てることが、まあ、できると思います。まあ、ですから、ソフトウェア的にはまだまだこう改善の余地が、あると、思いますので、そういった部分をですね、さらにこう高めていくと、これは、まあ、とりあえずこの大きさのですね、ものっていうのは今まだ対抗するものがほとんどありませんので、ソニーがですね、新しい、まあ、ジャンルをですね切り開いていく可能性も、十分あるかなと思い、期待をしています。まあ、私自身ですねこれもうしばらく、使ってみて、再度ですねいろいろこう考えたりレビューしてみたいと思うんですけれども、まあ、今のところですねまあ、リーダーとして、電子特に A4 版のですね、リーダー文章を読んだりあるいは自炊した本を読むときにはですね、まあ、これはちょっと他に代え難いですね、こう快適さがあるなということを感じています。ただ、まあ、お値段ですねまだちょっと高いです。ですからこれがより多く売れて、こう普及帯のですね価格までこう下がってくるのがいつ頃になるかっていうのが、まあ、勝負のしどころだとは思うんですけれども、まあこういうですね、タブレット系っていうのはいろんなこう大きさで今もすでに市場が開拓されていますので、これはこれでですね、十分に可能性があるというふうに感じた商品です。では、レビューはですね、これぐらいで終わります。